ニコライ・ウラージミロビチ・ビノグラードフは、ソビエト連邦及び、ロシアの技士、共産党官僚、政治家。1997年から、ウラジーミル州行政長官。2000年から2013年まで州知事を務めた。1973年モスクワドボク技術大学を卒業する。大学卒業後、ウラジーミル州、ZHBK に勤務し、後に、 主任技師になる。1973年ソ連共産党に入党している。1977年建設トラスト、ウラジーミルストロイストラクツィアの党書記をはじめ、ウラジーミル州党委専従。1985年、ウラジーミル氏党第2書記。1987年コルチギンスコゴ氏党第1書記となり、 同年ソ連共産党中央委員に選出される。1989年、ウラジーミル州第二初期。ソ連共産党中央委付属社会科学アカデミーを終了。ソビエト連邦の崩壊後、1991年、ウラジーミロプトログ社副支配人。1994年から1996年、ウラジーミル州議会議長。 1993年から1995年まで、ロシア連邦共産党党員。1996年12月8日、ウラジーミル州行政長官に選出される。2000年に改めて行われた、知事選挙で66%の票を得て当選する。同時に、ロシア連邦議会上院連邦会議議員となり、上院では、予算、財政,政策、金融、 通貨及び関税委員会に所属した。翌2001年上院議員を辞任。2005年2月18日、ウラジミル州知事選挙で再選。私生活では、夫人との間に辞助あり。ありがとうございます。